ただ私が本当に今後悔してるのはめっちゃ知ってるってない。こんにちは、上野ありさです。今日はですね、なんと人生初の、ボトックスを打ってきました。エラボトックスと、肩ボトックス、あとちょっとだけほうれい線にヒアルロン酸を入れたので、その模様を、お届けするので、興味ある方は見ていただけたらと思います。で、あと今回行ったクリニックがシミ取りピコレーザーをやった、ピコスポットをやった、ベルフィールクリニックさんっていうところに行ったんですけど、ピコスポットの動画はこの辺に、貼ってあります。で、今回ベルフィールクリニックさんが提供動画とかではないんですけど、私がすごい信頼してて行ってるクリニック で今回 YouTube 撮らせてくださいっていうのをお伝えしたら、私の YouTube 見てくれたっていうのを、お伝えすると、割引みたいなキャンペーンとかをやってくださるそうなので、詳しくはビデオ内と概要欄に記載しているので、ぜひチェックしていただけたらと思います。ではスタート。はい、というわけで今からボトックスを打ちに行ってきます。まあ打つかわかんないの、正直マジでまだ迷ってて、まあ肩は絶対打ちたいんだけど、ここに打つかはちょっとまあ先生と相談して決められたらなと思ってて、でほうれい線のヒアルもやってみたいんだけど、まあ、ヒアル打つほど気になってないじゃないけど、まあそれも先生に聞いてみて行ってみたいと思います。ドキドキ。はい、今クリニックに到着しました。前もシミ取りをやったんだけど、今日はボトックス打つのか打たないのか先生が待ってます。じゃあグッと噛んでみてください。今触った感じも噛んだらモコッと出てきますから、そこの部分こう打っていくと歯ぎしりもなくなるし、小顔効果も出るので、かなりいい適応だと思います。肩とか、そうですね、肩も触ってみましょうか。はい、失礼しますね。結構硬いですね。特に左が硬いんで、まあ肩こりあるのかなっていう感じですね。はい、でここもね、筋肉、ボトックス打つことによって肩こり軽減できますので、じゃあ次はちょっとヒアルロン酸が適応かどうか見ていきましょうか。ほうれい線。打ったことあります？なくて、正直そこまで気にしてないんですけど、なんかまあ写真とか撮るとたまに、すごいここがこう下がってきてるなっていうのを自分では感じるんですけど、くっきり入ってるわけでもないし、なるほど。どう思いますっていうのを先生に聞きたかったんですけど、そうですね。見た感じ、こっちの右の方にエクボがあるのかな、ちょっとね。ニコッとやると、ここにエクボがありますよね、はい、ここ、これ。じゃなくて、ここ。ここに少し引き込みがあるから、ここにつられてシワができちゃってるのかなっていう感じがしますから、ここにヒアルロン酸をスッと1本ずつぐらい入れてあげるだけでも、だいぶ改善しますから、まずはそっちでいいんじゃないですか。つれてちょっとにしてもらうこともできるんですか。もちろん大丈夫です。だいたい1本1本なんですけども、0.5 ずつ入れるっていうことも可能です。ただ0.5だとほとんど分かんないです。打ってみようかな。確かにすごい言い出したら気になる。適用だと思いますけどね。じゃあその半分にしてもいいですか。いいですか。はい。分かりました。麻酔されます？した方がいいですか。痛いって。した方がいいと思いますよ。じゃあ、はい、お願いします。はい。じゃあ後ほどやっていきますね。はい。はい、というわけで今先生にカウンセリングをしていただいて、結局全部やります。超脇汗やばい、めっちゃ緊張してる。肩にボトックスを打つので、こういうタオルのベアトップをお借りしました。ドキドキ。先にじゃあ麻酔からにしたいな。はい、やばい。じゃあ消毒しますね。ベルフィールではヒアルとかボトックスも多いですか、お客さん。かなり多いですよ。特にね、ボトックスは最近人気で、麻酔が2箇所ですね。はい、いきます。はい、チクッとします。気分は大丈夫ですか。はい、緊張してるぐらいです。ちょっと休憩します。大丈夫ですか。大丈夫です、多分。はい、楽にして。いや、なんかすごい変な感じがしました。けど痛みは今ちょっと痛いかも。じゃあ左に効いてる方からね、いきましょう。はい、いきます。
人。でも、うん、これ違くない？結構え、すごい違うかも。で右も今ここら辺まっすぐ聞いてないのでちょっと足すとのことで麻酔を。てかすっごい肩盛り上がってるよ。肉かこれ、これ肉だな、筋肉じゃないわ。笑っちゃう。次は、はい、肩消毒していきます。じゃあ刺しますよ。はい、頑張って。お願いします。ありがとうございます。これって打つほどの凝りでした？あ、結構硬いですよ。うん、変わると思います。結構OK ですね。はい、じゃあおしまい。ありがとうございます。はい、というわけで終わりました。ちょっと今麻酔が効いててなんかあんまりよく喋るみたいなやるから、2、3時間で麻酔が切れるので麻酔が切れたらまたレポしたいと思います。ベルフィールクリニックの皆様ありがとうございました。はい、今ね終わったんだけど、ボトックスに関しては1週間から2週間後がピークというか完成みたいな感じになるそうなので、2週間後にこんな感じですっていうのを見せられたらなと思っています。まあ今打ち立てでこんな感じ、別に何も変わっ、なんかでも打った瞬間にめっちゃ顔細くなった気がしちゃったんだけど、まあきっとそれは気のせいだと思うんですが、こっからこの噛み癖がね良くなってくれたらいいなと思って、マウスピースして寝てるんだけどやっぱり歯ぎしりとかがあるのでそういうのもなくなったらいいなって思いつつ、そんな感じでベルフィールクリニックに行ってきました。またじゃあ続きをどうぞ。はい、というわけで一回帰ってきて麻酔が切れました。まあそれはね、まだ今すぐボトックスとか効果は出ないんだけど、ヒアルに関しては確かにちょっと薄くなったの、ほうれい線が。ただ私が本当に今後悔してるのは、本当は 1ずつ入れるのが通常なんだけど、0.ちょっとビビっちゃってなんか 0.5 にしたのね。だけど麻酔も打ってやったんだったら、せっかくだったら1ずつ入れればよかったと思って、まあ、先生もおっしゃってたんだけど、まあ、0.5ずつ、1でもそんなに気づかないけど 0.5 ずつだと自分でもあんまり分かんないぐらいの本当変化です、周りには絶対気づかれませんみたいな感じで言われて、でもねやっぱね、こうやってそこに鏡があるんだけど、なんかここ確かになくなってるかもと思って。だけどあとさ、例えばこういう写真とかこれとかもさ、加工前だからさ、加工前とかでこのほうれい線とかバンバンあるわけよ。でそれとかがこういう写真、普段のインスタとかに撮るような写真を撮った時にほうれい線がどう見えるのかっていうのが結構楽しみだなと思って、で先生がなんかエクボがあるみたいな、これのことだよね多分、初めて気づいたんだけどこれのことですよね先生っていう感じなんだけど、これ言われたら何なんだろうと思っちゃったんだけど、何なの、良くないのかな、あるのは。てかボトックスしたらうち顔超ちっちゃくなるかな。これがさ、こうやってな、こういう感じ、楽しみ1週間後。はい、というわけでまた経過を見せていきたいと思います。なんかすごいどうでもいい話なんだけど、どうでもよくない、先生のね、ここ私さ、前メイク動画で最近ここ目頭切開ラインを引いてるって話をしてて、ここね私ひだがすごいあるのね、こうなりたいんだけど、まあ、それはいじるつもりはないんだけど、ここが先生めっちゃこうなってて超羨ましいなって思ったっていう、男性でも先生もみんな綺麗だなって思いました。はい、ということで今日は2日目、しこりっぽいのが、しこりっていうかヒアルがここに、若い子も分かるよね、ここに丸く入ってる。でちょっと痛い、なんか筋肉痛みたいな痛みがあります。でボトックスのところはちょっとここが注射の穴みたいなのがあったりとか、でここの麻酔の注射も全然コンシーラーで隠れる感じなので、もう全く本当に何もなく、で私シミ取りとクマ取りをが最近やった美容施術、両方 YouTube 撮ってるんだけど、まあクマも注射だったけどすごいダウンタイムが、みんなビデオ見てくれたかなと思うんですけど、ダウンタイムがあったので、なんかこんなダウンタイムないのが嬉しくてって感じだけど、ちょっとなんか結構いかないなっていう感じです。じゃあまた2週間後にボトックスの経過とともに見せていきたいと思います。はい、というわけで2週間今日経ちました。ちょっと今顔洗ってスキンケアまだ終わってないからあれなんだけど、どう、え
めっちゃシュッてなってない？鏡で見ると正直あんまり、自分だとさ、写真とかだとちょっとわかるけど、こう噛んだ時もこっちが全く何ももっこりしなくなって、こっちは気持ちいいぷくぷくってするんだけど、前はモリモリってなってたので、それがなくなって、で肩も結構わかるかな、結構まあちょっとわかりづらいかもしれないんですけど、なだらかになった感じがしてて、で肩こりに関して言うと、正直肩こりがなくなったっていう感覚は最初わかんなかったの。だけど気づいたら首ばっかりが気になるようになって、今まで首とかだあーってなってたのが、今首だけだからイコール肩が凝ってないっていうことに気づいて、やっぱ辛い時の方がさ、感覚が鋭いというか、楽な時ってあんまり気づけなかったり、風邪ひいた時に健康体のありがたみを知るみたいな、そういうかな感じであれたんだけど、確かに肩こりないわって気づいて、そう、あとここのもっこり感もなくなってすっごいびっくりしてて、でヒアルロン酸に関してはほうれい線どうでしょう、もう半量にしちゃったからあれなんだけど、でも綾乃に、あ、ほうれい線薄くなったねって言われた。そう、人に、顔とか、みんなに、アメリカで久々に会った友達とかみんなに、めっちゃ痩せたねって言われて、全然痩せてないの。だから、ボトックス打ったって、絶対それだって言って。だから、確かにこうやってなんか、ここの画面で見ると顔がシュッてなってる気がする。どうなんだろう？ビフォーとアフター。ちょっと、ビフォー。横はこんな感じ。です。はい、というわけでこのすっぴんでね、ビフォーアフターじゃないけどこんな感じですよね、撮ったんだけど、どう、こうやって化粧してるとさ、いつも Vlog みんな見てくれてる、また洗濯機がすいませんうるさいんですけど、みんな見てくれてると思うんだけど、どう、顔シュッてなった気しない？なんかここで見ててもなんかちょっとシュッてなってる気がする。今日チーク濃いね私はい、そんな感じでマジ大満足。特にボトックス、ほうれい線も、まあ、写真とかだとちょっとあ良くなったかもっていうのは分かるんだけど、自分だとこうやって見る分にはあんまりあれだったんだけど、ボトックスはすごい。あとやっぱ肩も並行してやったことで、ここがシュッてこう首が長く、その肩こりだけじゃなくてこの盛りっていうコリが取れたのもあって、ここら辺がやっぱシュッてなったのがすごい感じる。でね、今回ベルフィールさんにお願いしますって言って、シミ取りと同じように言ったんだけど、そしたら先生が上野さんの YouTube 見てくれてる方に、なんかキャンペーンみたいなのやりますよって言ってくれて、ちょっとそこも詳しく説明していきたいと思うんですが、そう、予約の際に私の YouTube を見たと伝えていただくと、先着30名様限定なんですけど、エラと肩ボトックスを 40% オフ、やばくない？ほぼ半額よでやってくれるそうです。エラが通常6万円なのが3万6000円になって、肩が通常8万円なのが4万8000円となるそうです。これ別でもいけんのかな、エラだけとか肩だけとかでもいけんのかな、ちょっとクリニックにそこは問い合わせていただけたらと思うんですけど、概要欄に電話番号とかもベルフィールクリニックさんの情報載せておくので、ぜひ見てください。場所は代官山になります。はい、というわけで今回はね、本当ベルフィールクリニックさん提供動画とかではないんだけど、私が本当にお世話になっている、シミでもここでもお世話になった、ベルフィールさんに行った美容レポとなります。で、もうおでことかもいろんなところにボトックス打ちたくなってきちゃった。なんかでもさ、こういうさ、課金系ってさ、一個やったら、あ、次ここがってなっちゃうから、ちょっとあれなんだけど、もう私は意外とテンポは悪めなので、シミ取りももう結構1年以上前とかにしたのかなっていう感じなんだけど、嬉しい、ここが痩せて、あとダイエットもしないとっていう感じなんですが、そんな感じで今回はエラーボトックスと肩ボトックスとほうれい線のヒアルロン酸をやったレポートダメだ、頭回ってない、レポをお届けしました。はい、というわけで最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねと、ぜひコメントもお待ちしています。皆さんのボトックス体験談とかよかったらコメントで書いてくれたら、ピッピッピッってしに行きます。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。